思ったよりクリスタルパレスの鎌獲得が話題になってるし、英語圏で褒められまくってるのも意外だわ。ラチオでイマイチすぎて日本国内ですらもう終わった選手扱いしてたのに、案外鎌って良い方向で有名なのか。アーナルをボコってエメリの首を解釈したのがまだ記憶に残ってるとか。まあここまで成績上げたグラスナーが欲しいって言うならサポは信じるしかないんだ。最後の3試合ぐらいの活躍も聞いてる。EL 優勝したり CL3 試合連続ゴールしてるし、想像以上に向こうで評価されてるんだ。鎌田は結構人気あるよ。安いし実績もあるし、去年もスペイン方面の移籍情報いろいろ探してる時に鎌田かくってくれって言ってるサポ結構いたわ。鎌もこりたんだ。日本人もいない、知ってる監督もいない、知らないリーグ滝のようなメンタルはまれ。1年で契約見直すとかやったらそらそうなるんだ。水のマネーで取っただけなのに。 EL 優勝できるレベルの選手ってヨーロッパでもほんの一握り。ましてや欧州カップ戦なんて、遠藤エクリパクラスからするとなんでうちなんかに来てくれるレベルの選手なんだ。そういやパレスはラクロワ取るって言ってたけど、どうすんだ。別の CD もう取っちゃったけど。やっぱり EL 優勝してるとそこそこ名前知られるようになるのかな。イングランド勢から見るとパレスの鎌の獲得は今は亡きルーカス・パケタが来た時のウエストハムみたいな感じなのかな。ついでにフリー移籍という奇跡。プレミア鎌田みたい。古橋鎌田機種で行こう。鎌田は日本人いなきゃダメだから。不義理な鎌どうなる。パレスの主力とうまく共存できるといいね。オリーゼとか引き抜かれそうだけど、ラチオはプドールも退団するというらしいし、鎌田の移籍で得をするのは現ブージだけかな。主力中の主力としてバルサやアーセナルボコって EL 優勝しとるからな。サッカーが好きな人なら知ってて当たり前レベルの選手。逆に日本人の方が代表の鎌田は知ってても、普段のリーグや EL を見てない人がほとんどなのはもうどうしようもない。こいつニートだったのを拾ってくれたラチオさんに不義理すぎるだろ。ほぼ契約合意まで言っておいて他から話したら勝手に発とか。